叶わぬ夢ならいらない、イエーイ。新生アイドル考察オタク、松坂桃李です。今日はですね、夏の風物詩であった東京アイドルフェスティバル、通称 TIFF2020 がオンラインで開催されまして、10月の2、3、4と開催されたんですけれども、今回 WACK のアーティストたちが4日にギュッと出てたんで、ちょっとチケット代高かったんですけど、4日だけですねオンラインで参加させていただきました。僕が見たのはまあこのぐらいのリアルタイムで見つつ後で追っかけっていう感じでね、WACK以外でもやっぱすごかったの、ももクロとかが10年ぶりに出て、セットリストが当時のものをちょっと織り交ぜたりとかして、貫禄のステージをやったりとかですね。あとは最近だと、元スマイレージ、アンジュルム、神童と呼ばれた福田香音さん、現在、カンナギマロとしてですね、加入した、今、世間でいろいろなことで賑わしてるゾックのライブもちょっと見たりとか、とにかくその4日に出てるアーティストは片っ端から見れたんで、今日はですね、WACK関連で見た感想をですね、お話しさせていただこうと思います。まず、まあ、1個目は、目玉であったのが、曲のシャッフルですかね。WACKの各グループが持ち曲をチェンジして歌ってたんですけど、まあ、結構その中でも、結構意味のある交換をしているところもあったりとか、例えば、エンパイアはビッシュのオーケストラをカバーして、もうエンパイアは貫禄のあるステージをやっていて、オーケストラも非常にいい感じで歌ってました。で、そこで気づいたのは、やっぱりアイナジエンドの振り付けってすげえなってのも感じましたね。この立体感が出るというか、一人一人が今どういう動きしてるのかっていう楽しさ、まあ、今回のカバーを通してエンパイアもそこからまたさらにヒントを得てパワーアップしていくんじゃないかなっていうところはありました。あとは豆柴とキャリールーズが交換をしてましたけどね、豆柴のリスタートをキャリールーズが歌い、キャリールーズの人間を豆柴が歌う、ここの二つってあれですよね、片方がメジャーデビューが決まってこれからメジャーデビューしますよっていうグループと、キャリールーズは今もメジャーデビューするために24時間ひたすらニコ生配信しているっていうところで、私たちがメジャー先行くけどあんたたちの思いもっていうようなこのエモい感じがしましたね。まあ、あとはまあ Go to the Beds がビスのカーテンコールを歌い、ビスは Go to the Beds の現状間違いなく Go to the Beds を交換して歌って、ここはもう101回歌ったのと103回歌ったりとか、そういう厳しめの島から脱出したパンツ燃やしてるアイドルという感じの、まあ、結構そこにも因果があるような感じ。あとは曲調が結構近いのかな、ロックな感じというか、ビスが歌う現状間違いなく Go to the Beds はかなりこう見応えがありました。まあ、逆にカーテンコールを歌っている Go to the Beds も非常に良くてですね、こういう TIFF ならではの音楽曲のトレードってのがまた楽しみの一つなので、今回チケットで高いと思った人もこういう楽しみ方もあるのでぜひ見てください。たまパラダイセズがね、エンパイアのお尻ペンペンをカバーしていて、ナルハワールドがお尻ペンペンだー言ってね、月野さんも一緒にも自らの尻をペン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 して歌ってました。お尻ペンペン、お尻ペンペン、お尻ペンペン、サミダレカムセ、サミダレカムセ。やっぱすごかったのはビッシュ。ビッシュはやっぱりすごい。ビッシュカバーね、2曲したんですけど、1曲がパラダイセズのイエー。まだできたばっかりで、駆け出しのパラダイセズの爽やかなロックチューンな曲ですけど、ビッシュが歌うと、もうビッシュの曲になるってのが今回改めて分かりました。で、もう1曲は一番後輩のワッグの素晴らしき世界をですね、歌ってるわけですよ。なんかビッシュがやるわちゃわちゃ感。本人たちはもうやっぱ一番後輩の二つのグループのフレッシュな曲をやったからもう疲れましたとか言ってましたけど、やっぱりこうビッシュが歌うとそのグループのフィルターを通すっていうことで結構見方が違うんで、その中でもう一個あったのは WACK プレゼンツドリームライトイン TIF の中で、だいたい約45分ぐらいか大きいステージでやってたんですけど、松隈さんとパーカッションの方がいて、最初アイナジエンドがみんな今日は楽しんで帰ってください、あ、もう皆さん帰ってはるわ、自宅にいらっしゃいますからねっていうところから、屋上の空を歌ってですね、松隈さんが所属していたバズ72の名曲、結構毎年歌ってますよね。で、歌い終わった後、今度はバトンを渡すように次に出てきたのがウルウル、キャリールーズウルウルが
見上げたって歌って、オーケストラみたいな、オーケストラもアコースティックバージョンで松隈さんのアコギで歌って、ウルウルのオーケストラ、ウルケストラはですね、染みましたね。なんか新しい可能性、彼女声がまた非常にハスキーな感じですけど、キャリールーズの中で一番松隈さんもウルウルを生かしたいっていう風に言ってたんで、今回はボーカリストウルウルとしてのチャレンジというか、アイナ・ジ・エンドの後に歌うってことで、よりこう多くの人に聴いてもらえたんじゃないかなとは思います。非常にこれからの成長にも期待大。そしてその後に出てきたのが我らがネオトリーズ、僕の中の歌姫ネオトリーズがですね、その後に歌った歌、キャリールーズ人間、ネオトリーズの人間も染みましたね。で、ネオトリーズのやっぱ凄さはまだまだこれから伸びしろがあるっていう雰囲気を出してるんで、ちょっとそこもまた期待してですね、追っかけていこうと思います。その後はまああれですわ、ホーリーシッツとセイントセックスみたいな、いわゆるワックのシャッフルユニット的な曲を歌ってやってましたね。トギーがセイントセックスに入ってたのが結構僕の中では印象的というか、で、歌終わった後に渡辺さーんとジュンジュン呼んで、でジュンジュンからここで今回 TIFF で一個発表がありますっていう感じで、発表の内容がパラダイセズに新メンバー入れるオーディションをやります。オーディション候補生は WAG の研修生グループ WAG の中から昇格をかけたオーディションを行うと、その名もパラダイセズの素晴らしき未来、これがまあ始まるよと。それに合わせた動画も10分ぐらいの動画は YouTube で上がったりして、 U.com が脱退して6人で力つけて WAG のオリジナル曲もあって、でまあアンズピアとかが6人で本当は WAG としてデビューとかも、もしかして私たちみたいなのとかで、まあ、周りの大人たちも曲もできたし、まとまってきたんじゃないみたいなのに乗せられて、まあ、ちょっとそういう風にちょっとブレてしまってた部分があったのかもしれないですけど、そこをまあ改めてジュンジュンの方から訂正もされつつ、パラダイセズの追加メンバーオーディション自由参加だけどやるかってことで全員やりますということになってました。意外にアイナスターがすごくハキハキ喋ってて、一番まあ後輩の方ですけどね、でもどんどん喋ってて、これからどうなるかっていうところですね。まあ、今回のまあ僕の感想ではあるんですけど、やっぱ誰が歌うかなんですよね。何を歌うかではなく、だから今回ので分かったことは、僕の中でネオトリーズが歌う人間が響いたりとか、エンパイアが歌うオーケストラも良かったし、ビッシュが歌うパラダイセズのイエーって曲も自分たちなりに歌えてたりするんで、そのコピーじゃなくて自分たちとして表現していく。だからワッグのメンバーも大事なのは一人一人がどう考えて動くか。で、まあ、ジュンジュンが言ってた通り、まあ、自分たちのグループを一番考えるっていうところの原点に戻ろうということなんでしょうね。しばらく動きのなかったワッグにとっては非常にチャンスでもあるし、パラダイセズが今そこまで大きい動きがなかったなってところですけど、今回ワッグの中からの昇格のオーディションをかけてこれから動いていくっていうところもあるんで、やっぱりワッグという会社はどのグループにおいてもどんどん展開を作っていくんで、もう目が離せませんので、その辺も見ながら、あとはまあ今回の MVP はウルウルかな。人間が一番歌われたんじゃないですか、今回。その、本家のキャリールーズも歌うし、カバーしてくれた豆柴の大群も歌ったし、ネオトリーズも歌ってくれた。これからの動きとしては、やっぱキャリールーズとパラダイセス、そしてワッグ、この辺の動きに注目していきましょう。というわけで本日はですね、TIFF オンライン2020、10月4日最終日に参加させていただきました。コメントなどはお気軽にガシガシ書いていただいて、評価ボタンを押しつつ、そしてチャンネル登録はマジでよろしくお願いします。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイ。